いやクソバンだわ、これじゃダメだ、いいけどダメだ、これじゃダメなんだよ。100、まあ、一応忍び魂見に行くじゃん、まあ埋まってんじゃん。お、開いてる、開いてんのこれ、開いてるよね、開いてますよね、開いてますよ。ついにですね、導入して3週間、ようやく皆さんの目にお目見えすることができました。忍び魂3でございます。はい、おはようございます。しんのすけでございます。やってきましたのは浜松市中区にあります、コンコルド浜松木戸店ということで、ここのところちょっと来れてますね。そして、もうサムネイルなんかも見てもらってお分かりの通りですね、お待たせしました。4月、本日6日。なんですけれども、導入されてから3週間、ようやく忍び魂3、忍び魂3ですね、取れました。初打ち、初収録ですね。一応まあ21日間あって18日ぐらい打ちに行って1回だけ座れてるんですよ、毎日狙って。でその時にまあまあ出してはいるんですけれども、ちょっと打感っていうのはまだ全然つかめてはいないんですが、まあ情報だけはしっかりと入れて、来たるべき時、来たるべきドクターマットとの決戦に備えてですね、いろいろ入れてはいるんで、新しい忍び魂をね楽しんで褒めちぎっていけたらなと思いますんで、今回の褒めちぎり期待してください。よろしくお願いします。はい、じゃあ記念すべき、いやよかった、本当に行きます。でまあ通常時の打ち方からいきましょうか。左にいる、まあぶっちゃけどこでもいいっすね。ただスイカに関してはしっかり成立は見抜いた方がいい。いやーそうでもないな。でピンク狙えば OK なんで、はい、で、はい、もうここからチャンス目がだいたい240分の1ぐらいで出るんですけれども、周期ここですね、周期がこれゼロになった時にその時の状況に応じてチャンスの抽選するんですが、この周期に到達する道中にチャンス目を引いた場合もチャンスオンの直撃抽選が行われると。で設定差があって1から6までで、まあ、6でだいたい 20% ぐらいだから、周期到達する間のチャンス目でどれぐらいチャンスゾーンに直撃するか注目するだけでも設定カンパってもう激アツですね、最初から。で、周期に到達するまでの道中にレイアクを引いた場合は国が減るのはもちろんなんですけれども、液晶右側に広角増加っていうお札が取れますね。でこれは周期到達した時に移行する広角のゲーム数の減算をストップするっていう役割があるんで、ああこれ直撃はしてないのかな。ただ僕自身その周期に到達する道中にチャンス目を引いて直撃した経験がないんで、ここで要は成功すれば直撃ってことですね。もう1ゲームね。あんな甘くないね。なんで、周期までの道中チャンス目1の0っていう形で、リールワーク左のこのカウンターに刻まれた100国が0になると周期到達なんですが、だいたい70ゲームぐらい、早いと60ゲームぐらいで、まあ、早く40ゲームちょいで周期到達したんですが、まずは設定に応じて AT の直撃抽選、月光の時の AT の直撃抽選結果が出ます。
で6と1とで 2.5 倍差があるっていうことしか言われてないですね。だこれああもう直撃はしてないのかな、どうなんだろう、直撃した経験がないから何とも言えないんですけど、でまあ成功すれば CZ ですよね。はい、で行かなかったんで、はい、夕方背景の高確率20ゲームに行きました。でお札があったんでとりあえず減算をストップして、ここでやることがまずチャンス目を引くこと、でチャンス目引けないんだったらせめてスイカ、チェリー、レア役を引くこと、でレア役を引けばあそれぞれの役の抽選値に応じてチャンスゾーンに当選すると、はい、まあダメだね。はい、ということでレア役も引けなかったし、レア役以外の2ゴロ分の1も引けなかったっていう結果で、カウンターの上の数字が1個上がって2周期目に入ると。チェリーを引いて、おーまずい、オンセトラブで取れてなかったチャンス目から直撃しました、2の1です。でこっからですよ、子役もしくは一部条件を満たすと雑魚人を倒す演出いきます。ここですね、子役揃ったんで、でここで雑魚人とかメカ人ですね、子役を引くとダメージを与えられる、はい、これダメージで HP をゼロにすることができればフロアが1個上がると。おお強い、これ強いよね、オッケー。で、上げた層ごとに AT 期待度が変わってくるんで、最低でも3層目までは上げたい。で2層での AT 期待度が 18%、 終わっちゃうから、終わっちゃうから、うわー、で 18%刺されば AT と。この子ちょっと初見だぞ俺、なんかすごいチャンスっぽいぞ、あからさまにお子ちゃまだもんね。よけたぜ、かわいいぜ。18% 刺したか道中で引いたチェリーで何かあったかのいずれかということで、投資が5000円、136元参りましょう。やっぱしんのすけなんだよね。で50ゲーム1セットの AT 純増が1ゲームあたり2枚と。オーケー、はい、チェリーこれはいくだろう。でゲーム数上乗ると毎度大決めと呼ばれる新速上位 AT への入り口の抽選を行われると。ここね、あキュン言え言わない。で今度はボーナスの煽りね、レイアップ引いて上乗せボーナスっていうこの流れは今までの忍び魂と一緒ってこっちゃね、うん、でまだ1回しか打ってないんでベルフリーズも引けてないんですけど、ちょっとベルフリも引きたいね。はい、子役を引いたり押し順ナビを引いたりすると右上の暁のカウンター溜まってくんですけど、25ポイントで抽選と。でただ抽選する場合じゃなくて、これがガーンとこっち来てルーレット始まった方が熱いんで、あこれ弱いっすね。あセット数ないか、
夕方よりも夜の方がセット数優遇されて、今回は夕方というか普通に昼で当たってるんでセット数は期待できないんですけど、高設定ほど2セット3セットは期待できるはできるって、終わっちゃうね。まだまだ家、うわ終わった。でこの後はチャンスゾーンの引き戻し設定差あります。1で4分の1ぐらい、まあ、25% ぐらいで、6で 40%、 5分の2ぐらい。あ、引き戻しました。強いね、この台強い、うん、あ、ありがてえ、ナビありがてえ。よしよし、これで いったね。メカバレー足すと2回数アップと。この時点で期待度 38% あるんで、あー強い、もう攻撃ストックで、そう、引き戻しチャンスを即発動した場合は通常の潜入よりもチャンス運よりも期待度アップします。うわで 38% ね。あー、またこの子来てくれた、本当。頼むぞ、はやて。ああ、何もできなくて。うん。夜行った、これ兆候っすね。兆候は追加で 75% で、もっと言うと夜で当たれば夕方で当たるよりもセット数期待できるんで、もうほんと大事で、俺初打ちした時にこっから爆発したんで、3セット持ってて結果的に何ゲームだ、80の50だから130ゲーム消化できて勝手に上乗せして出たんで、あー夜外した。でさっき引いたやつでもう一発、もう3周期目入りました。くー厳しいやっぱレアエク引けないとどうしようもないね。ねえ。よし。これは 0.4% 2ゴロ分の1を引いたか？どうだ？よし。これ2ゴロ分の1と考えて良さそうですね。オーケー、オーケー。いやー 38% 抽選、あー残んない、ちょっと弱いね。あーでもレインボーなんて勝ちですね。ここは僕の引きです。 38% を引きました。追加5000円、都合1万円投資の実質ゲーム数が336ゲーム。いい加減にしろよ。先バレやりましょうか。 100% にしましょう。もう 100-0 だと思うんで、中途半端だとせっかくバレル来ても押せなかったりするとがっかりなんだよね。先バレ 100% にしました。
レバーオンで例のバレルの音が鳴れば上乗せ確定。これもちょっと大特技券系の機種の1000倍特許的な感じになってますよね。はい、もうこれで上乗せ確定なんで。あ、強い。スイカはもう50ゲーム以上上乗せ確定なんで強いんだけど、チャンス目臭くない？でも、あ、やっぱチャンス目だ。 OK。 で、やっぱチャンス目だとボーナスも期待できんすよ。あ、その前に大決めですけど、愛してるぜ。はい、チェリーの1/3。うまい。あー、もうこれで上乗せ確定ね。面白いでしょ。面白いんすよ。え、何、チャンス目です。チャンス目だった。左に青7が飛ぶ。あ、ほんと。はい、なかなかしないね。今ボーナスの煽り、はい、うん、ほらまた直撃した。はい、ということで追加投資なしの82ゲーム月光のトップ。待って、あー、投入ボタン、投入ランプつくタイミング遅いんだね、最終ゲームだけは。うまい、頼む、行ってくれ。よし、チャンスリプレイ。よしよしよし。でこれでちょっと現実的だよね。 38% ここまで行ってくれれば。ただ今のところ俺 38% 1回も外してないんで、そろそろうまいすぎなんだが。はい、チェリー、いやー、攻撃ストックなんでとりあえず一発攻撃はするからの子役が欲しい。はい、うまっ、うまいね。でもこれじゃあ倒せたりする。でこれでうまいんだよ。これうまい。俺だからだからね。みんなこんな風にうまくいかないから。うん、うまいね。これね、やっぱからくり打ってて俺よかったわ。本当に素振りが、奥義素振りが効きまくる。でもこれじゃ勝てないから初戦ね。うん、うまっ。ちょっとやだ、お母さん。本当、もうこれチャンス目いこうか。で5回までいきゃ先ほども言った通り 80% オーバーで。でも6回まで行こう。どうせならここまで行ったんだったら6回まで行こうよ。いやー、ダメだ、くそー、危ない。マットは強いぞ。チャンネルだぞ。 OK、これで今疑似遊戯で、はい、やりました。という感じで潜入チャンスゾーンをうまくできる人は負けないです。勝てるとは言わないです、負けないです。言うて全然コイン増えてないし、今まだなお結構やれてる雰囲気でいながら負けてますからね、まだね。で5回目。
あ見た目上5分の1でしか引き戻しチャンスを引いてないように見えますけれども、なんでも AT 終了時の引き戻し抽選当選した場合、周期を終えた要は兆しってなったところで入る場合もあるらしいんで、だから僕のケースで言うと、周期して兆しってすぐチャンスが入ったケースも1回あったんで、それを引き戻しって考えても良さそうですよね、うん、ただそこを判断するに至るまでの打ち込みがまだ足らない、うん、はい、早かったです。44ゲームなんでこれまた兆しの画面で俺聞くんだろうな。広角とか夜であれば50杯以上でねチャンスを当選するのに、ちょっと巡り合わせが今のところ悪いですね。まあただ潜入チャンス中の子役の巡り合わせは素晴らしくいいんで、でこれで潜入出てきたら引き戻しの可能性もあるってことだよね。あ、3継続は初めてだな。あ、これ強いな、多分潜入出てくるな、はい、でこれが結局引き戻し潜入の可能性がある。だからそれ全部この挙動を全部引き戻しと捉えるなら5の3で引き戻してますこの台、はい。あ、でも早田から攻撃した。あーとはいえですよ、はい、初めて外しました。うまー、もううまいね、こんなみんなうまくいかないから、これ僕だからなんてちょっとほんと勘違いしないでもらって、ほんとすいません。うまい、これじゃ足んない、これじゃ足んないもん。あ、うまいやだもうこれさ、もういい加減6、これ5勝までいかないかんだよ普通、うん、今3度目でしょ、6回目指そう、6回目指そう本当に、うん、あーもうやだ危ない、これ逆に危ないんじゃないか。171ゲーム追加投資はなし、デフォルトしか出ない。よし、夜来た、暑いんじゃないか、いきなり。さあチャンス目ならもう開いて AT、 よし OK、 夜チャンス目ですよ噂の、ちょうど投資2万円さあ今度こそ何かが起こってくれ。まだ何も起こってない、うん、1回も2セット目出てこないもんね、我慢するしかない。これ本当にきついわやばい、やばいよ。あ、そっちの方が嬉しい。あ、久々の3回これ本当じっくり打たないと終わるときあっという間に終わるから、まあ新之助推奨としては本当じっくり打った方がいい、うん、これ本当じっくり打った方がいいよ、うん、じゃないともう何のために生きてるのか分かんなくなる、うん、マジ尾崎豊になるから、
やこれ今回厳しそう。頼む、耐えて耐えて。いやー奥義出さない、バカ野郎、勝てるわけねえだろそれじゃ。よいしょ、あー長かった、総投資が34,000円、533ゲーム。もういい加減ちょっともういきなりバレルモードでいくわ。いやセット数が来ない。よし紫、オーケー、はい、37,000円、221ゲーム。最初から 100% でいくわ。オッケー、ナイストゥーミーチュー、やっと来たよ。もう本当にキーンって言わないのはちょっとストレスなんだけど、いいわ会えたから。帰れ、タラララ。おね、カデちゃんは1本指、ハヤテは2本指。どうかな、よく見たら2本指だね。よく、あなた指細いね。うん、トマツハルカ最高、トマツハルカ最高。これで決まりねじゃないんだよ、そこはねバカにしないでなの、楓ちゃんというか作ったやつだよ、そこはバカにしないでなんだよ、いいか、バカにしないで。そう、バカにしないでなの。そう。の。バカにしないで。いやーもう最高だな、この決して激しすぎない縦の振動っていうんですか。最大6セットまで初当たりで振り分けがあると。あ、そっか、今ちょっと振り分けを確認したところ、3セットまでは現実的で、4セット5セット6セットの振り分けって均等で 0.4% ずつなんですよ。でまだ楓ちゃんいるんで次も来るってこと、ってことは4セット5セット6セット引っ張ってきてる、要は都合 1.2% 引っ張ってきてる期待が持ててます。はい、しかしさ、今まで1セットしか継続しないくせにセット継続したら4セット以上ってどういう引き。本当にうーん、オーケー、ようやく濃いめのきた、意外と 0.4% とか 1% とかで300枚ゲームの振り分けもあるんで、ここでサクッと、
セだな。ここで押して出れば確定なんだけど、1回目はちょっとドキドキしてバキンって止めたいと思いますので。おいら来いよ、女野郎、バカ野郎で、まあ左リール、右リール、青7止まれば裏なんですけど、まあ止まんないよね、はい。で、ようやくですね、始まりました。新色と言われてる1ゲームあたりの順位を 4.5 枚を今上乗せたゲーム数を持って突入します、はい。でこの間はさまざまな性能がアップすると、ボーナス搭載率もアップしますから、とにかくここでレア役を引くことで、レア役引いてゲーム数を上乗せした場合は新速乗せではなくってこっちのゲーム数が乗ってきますので、で本当これ始まりに過ぎなくって、この状態をどんどん伸ばしていかないと1000枚2000枚出ないですから、あかん、まあ最初はこんなもんか、やむなしだな。で終わり、まあ新速終わった時はこの設定したの用紙パスが出ると、まあ普通でしたね。でさ、中押しとかもちょっと紹介したいんだけど、それはゲーム数持ってからだななんて思ってたところ、まあ持てないんでね、うん。でやっぱ先バレだとちょっと中押しとかでドキドキっていうのは適さないんだよね、やっぱレバーオンで決まっちゃうんで、そのなんていうの、時と場合によって繰り出す打ち方を変えていけるっていうのは、まあ忍び魂の1000倍特許的なところありますよね、うん。さあ、おー、4セット以上だ。やっぱとなるともう4、5、6セットの分け 0.4% ずつ均等なんで、であれば 6セットまでいってほしいよね。さあまだ楓ちゃんがいるので5セットは来ると思われるんですが、初見だけに果たして、ああ大丈夫だ、5セットでまだいるからもう6セットってことになるんだけど、まだ初めてなんで確定とは言いませんので、ああ、そういえばさ、紙芝居もあるっていう話なんですよ。通常時にチャンス目引いた時、とりわけ月光の時当選時に出やすいと言われている紙芝居演出っていうのがあるんですけど、これあるらしいんですよね。どこで出んのかは知りたいよね。でこれで6セット最終セットだ、終わるときはこういう形で早手が出てくると。すごいっすね、すごいんだけど、これ勝てない、これじゃあまだ6セット、ざっくり450ゲーム消化しました。でデフォルト終了後に全く出ないんで、まああって4かな、まあ大時計の AT 機多いんですけれども、5あると非常に終了画面の下が多いっていうのは、もう歴代の AT 機もう番長ゼロぐらいからずっとその流れで来てるんで、あ、なんだこれ、ん、これなんだ、こう設定した弱か、あー、だからやっぱ4だな、畳だとこう設定した強だもんね。ようやく出ましたね。危ねえじゃねえか、ちょ待って、ラウドから攻撃されてるんだが、やばい、やったー、 87% 外したー、奥義も出さねえし、お前そんなんねえはい、空が青いっすね今日は。はっ、5万円なくなってしまったはい、ゲーム数表示で1000飛んで5ゲーム炎上ですね。5万6000円投資からの本日ラスト月光っす。
はい、こう設定した弱、まあ予想設定は4ですね。126枚のために5万6000使ったと思うとだよね。とりあえず1周決めだけ見て、もう10枚残ってようがやめます。はい、これまたチャンス目。あ、でまた直撃したわ。でやっぱあるはあるんですよね。ねえ、ちょっともうどうすんのこれ本当に。いや、これやめた方がいいよね、ここでね。87枚だけど。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。投資が57本の89枚ということで、まあほろ苦いデビュー戦になりましたけれども、設定面はあれはあったでいいと思うんですよね。あんなに潜入入んないんで。特に強かったのが周期に到達するまでのチャンス目での直撃っていうのが6で 20%、 1だと 10% ちょいしかないんだよね。でそれを何回引いたんだろう。多分ね、6回か7回引いてるんですよ。であれだけ見るともう6どころか設定9ぐらいありそうな勢い でこの前打った僕設定4はそんなこと全くなくって、やっぱり周りの挙動を見ててもその周期に到達するまでのチャンス目ですっ飛ばして潜入が出てくるなんていう挙動はなかなかないと思うんで、まあ上は間違いない。ただ終了画面が高設定した弱2回、それ以外はデフォルトだったので、まあ状況証拠的に4って言いたいところですけど、下手したら5、6あったのかもしれないと思うと悔しくて仕方がないですね。でもあれを5、6だって受け入れるのか受け入れないのかで全然その今後の忍び魂に対する向き合い方って全然変わってくると思います。はい、下はもっとひどいと思いますね。5万以上使ってる僕が言うのもなんですけれども、本当そういう台ですね。あの前半非常にチャンスゾーン結果を出せてて AT の初当たり引けてたんで、あんまり追加投資しなかったじゃないですか。で後半も全然潜入やれなくなっちゃって、どん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 投資がかさむ状態になって、もう後半みたいな展開デフォルトだと思うんですよ。じゃあどうしたらいいのかっつったら、もう一発勝負、まあせめて3発勝負ですよね。潜入で一発の AT 引くまで頑張る、2発 AT 引くまで頑張る、3回 AT 引くまで頑張る。で多分 AT を何度となくやったところで、いわゆる跳ねるやつ、新速であり3桁乗せでありっていうのをやらない限りは絶対に増えないんで、絶対に増えないってことは絶対に勝てないんですよ、あの出玉性能だと。なので長時間打つ場合はもう本当覚悟を決めて打つか、ちょっとだけ打ってみようかなの場合は本当にちょっとだけにする。中途半端な気持ちで打つと多分めっちゃやられます。ええ、間違いなくやられる。で僕は今日は一応覚悟は持ってたんだけど、時間が中途半端だったよね。このあと福岡に移動しなくちゃいけないから、これね明日はもう静岡とか東京だったらまだ打ってる雰囲気あったでしょ。全然あるんですけど、だからそれが中途半端だから結果5万7000負けなわけよっていう台。全然いいところだってやってないもんね。だから増えるところ30ゲームしかやってないわけでしょ。新速30ゲームしか消化してないじゃん。あれじゃ勝てるわけないんですよ。で あと6セットか。あっこでもう結果を出さなきゃいけなかったわけ。 0.4% 引いて悔しいな。絶対分からせてやんだ。ただ前回6000枚俺カメラ回ってないところで出してるからまだ勝ってんだけどな。負けず嫌いだから。はい、ということでまた次回。あでここココルド浜松キドは今日は吉宗がまたやってる感じでしたね。でエンディング取って、金高を取って空いてる台がもうすでに4000枚とかで空き台になってたりで、1台7000枚、また吉宗全6っぽい雰囲気感で、今日寂しかったのが番長ゼロ。まあ2台ぐらい出てんだけど今割と空き台になってて、だからちょっと店長変わって6に固執するっていうより5とかをまぶすとやっぱこういう景色になるのかなって。鏡も同じこと言えますね。しっかり3000枚は 2、3台出てんですけど、やっぱ5だと出張りきんないですよね。古い台ですし。でその代わりと言っちゃなんですけども、からくりが人変わってませんでしたね。
だから噛み合わないですよね。本当。あとゴジエバが9000枚出てた。あれは設定じゃないとは思うんだけど、ゴジエバが9000枚出てたのはちょっとなんでだよみたいな。まあまあいいんですけど、いいんですけど。今度がちょっと空いて5月の25日ですね。でまあ基本コンコルド浜松木戸店は月末の最終土曜日が暑いっていうのはもう10年以上前から言われてることだったらしいんで、次の5月25日はちょっと前のめりに期待していきたいと思います。はい、終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。